どうもこんにちは、ミカスです。今日はですね、ちょっと作業用の自分がね、グローブとして使ってるメカニックスグローブ、これ一番シンプルなベーシックなタイプのデザインのやつなんですけど、まあ昔ね、車の仕事をしてた時からこのメカニックスグローブっていうのを愛用してまして、すごくねフィット感がいいんですよ。フィット感が良くて、で厚みがね、この革の厚みが絶妙な厚みで、その手にダメージを負いづらいんだけど、下に落ちたワッシャー、ボルトとかナットじゃなくてワッシャーがちゃんと掴めるんですよね。そのくらいあのフィット感と操作性というかな、このなんていうかな、手に伝わってくる感触もちゃんと分かりやすくて、でこの曲げ伸ばしに関しても抵抗なく、なんかこう伸び縮みっていうのかな、ストレッチというかしてくれて、ちゃんと細かいネジワッシャーまで拾えるっていうね、そういうグローブなんですよね。これ何の作業をするにも、まあ自分はこのグローブを長年使ってきてるわけなんですけど、まあ長年使ってるって言ってもね、耐久性っていう話ちょっとまた別なんですけど、何回も買い直してるんですよ。で、まあ、車系の作業に使うと、結構車って油グリスとかねが、まあ付着する油汚れがあるっていう場合があると思うんですけど、結構ね割れてきちゃう場合があるんですよね。でやっぱりそんだけ操作性というか、こうあんまり分厚いものではないんで、で特に作業で使ってると、やっぱりねちょっと革が擦り切れてきて、あんまりね長持ちするっていう印象はないです。ただそれは作業頻度によるんで、まあ人それぞれというかね、日曜日土日にちょっと作業するぜっていうんであれば全然長持ちするんじゃないかとは思うんですけど、本当毎日毎日作業してると、どうだろうな、半年持つかな、まあその作業にもよるとは思うんですけどね、よくこう擦れる作業をしちゃうとちょっと痛むの早いかもしれない、はい、で、まあ作業に使ってるのは、まあ、このベーシックなタイプなんですけど、このメカニックスグローブっていろんな種類があって、例えばねここに LED のライトがついてるようなのとかも前に使った時があるんですけど、例えばはい、こちらこれ自分自転車用に買ったやつなんですけど、これは、まあ、バイクでも全然問題なく使えるんじゃないかと思うんですけど、まあ、プロテクターがついてるんですよね、ここね。でこのプロテクターが結構こうプニュプニュしてる柔らかい感じで、なんかこう押してて気持ちいいというか、だけどそのクッション性のおかげで、例えばバイクだったらこう金属製のガチガチのねプロテクターとかあるんですけど、逆にこれがこうクッションになって吸収してくれるのかなと、まあ、ただこう持ってかれそうになったりっていうのにはあんまり強くないんですけど、まあ、こういうものもありますね。でこれ本当にね、その自転車とかバイクとか用なのかっていうのはちょっと分かんないんですけど、ただこのグリップ握るところとかも補強してあったり、ここね、あとここにクッション入ってたりするんですよね。もうここにクッション入ってるっていうことは多分、まあ、二輪の乗り物用なのかなっていう感じですね。で一応スマホタッチもついてるし、ね、ここスワイプもできます、はい、でフィット感が抜群であると。まだねあんま使ってないんですけど、これは結構おすすめな感じです。結構気に入ってます。はい、そして今回ちょっともう一個紹介しようと思うんですけど、はい、こちらでございます。これはねもう夏専用ですね。ね、メッシュ素材、メッシュっていうのかな、なんかまあスースーなんですよ。もうスースーのスッケスケみたいな、薄いんですよね。で、こっち側ももう穴だらけでございます。これまあ夏用グローブですね。で夏用グローブっていうことでまあ買ってみたんですけど、今までね夏でも普通のやつを使ってたんですよ。でも結構やっぱグローブって蒸れるし暑くて気分悪いんですよね。で今回ねちょっとこれを買ってみたんですけど、まあこれがねつけ心地がいい、ベンチレーション半端ねえベンチレーション半端ないわけですよ。だからね、で、まあ、作業はもちろんなんですけど、バイクとか乗るときにバイクもやっぱりグローブね、自転車バイクグローブが結構蒸れるんですけど、
これね、ちょっとね、これでバイク乗ってみたんですよ。乗ってみたら、もう、してないみたい。自転車だとちょっと速度的にどうかわかんないんですけど、バイクで使うと、もう直で風当たってるかのごとくスースーです。スースー。まあ、ちょっとね、プロテクションっていう部分では何にもない、ここすごく薄っぺらいんで、まあ、あんまりね、バイク乗るのに使った方がいいですよっていう話はちょっとできないんですけど、まあまあまあ作業するにもね、相変わらずこのメカニックスの使いやすさっていうのは健在なので、こっちはスースー、こっちはまあ穴は開いてるけど普通の、まあ、バックスキンというかスウェードというかなので、まあ、あの使い勝手は非常にいいと。それでいて、まあ、蒸れもかなり防止してくれるかなっていう感じですね。まあ、ということでですね、このメカニックスグローブ、他にもいろいろ種類とかカラーのバリエーションもあって、まあ、自分の用途にね応じていろいろ選べるんじゃないかと思うんですけど、まあ、値段もねそんなにやたらめったら高いっていうものでもなくて、まあ、デザインもねかっこいいし、まあ、日曜大工だったりとか日曜のね、まあ、車とかバイクいじりだったりっていう作業をするにもすごくいいと思うんで、まあ、リンクはね説明欄に載せておきましたんで、ちょっと見てみてはいかがでしょうか。個人的にはね、ほんとこれね、もう何年だろう、20年以上使い続けてますね。はい。まあ、他にもね、いろいろいいのとかもあるんですけど、まあ、間違いない商品なんじゃないかと思います。ということで今日は、メカニックスグローブでした。以上です。じゃあ、いいね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こちらも登録お願いします。